カイライン史上最強と謳われる400馬力を実現した専用チューニングの3リッター V6 ツインターボエンジンを搭載。シャープなレスポンスと良好な燃費性能を兼ね備えた歴代スカイラインを彷彿とさせるパワフルな高性能モデル。今回は日産スカイライン 400R の紹介です。長さ 4810mm、 幅 1820mm、 高さ 1440mm。 外装には V 字のフロントグリルを採用。明るさを抑えたクロームメッキを施すことで全体が引き締まったスポーティーな印象となっています。シャープなデザインのヘッドライトに丸型4灯のリアコンビネーションランプなど、スカイラインの象徴的なデザインを取り入れています。ホイールは19インチのガンメタリック塗装を採用。印象的な赤いブレーキキャリパーや 400R の専用デザインのエンブレムを備えるなど、細やかなこだわりが特別感を演出しています。ヘッドランプは LED ライトを採用。ハイビームアシスト機能を搭載しており、前方を明るい光でしっかりと照らします。リアコンビネーションランプには LED を採用。周囲に自社の存在をしっかりと知らせます。キーはインテリジェントキーを採用。リモコン操作で離れた場所から全ドアの開錠・施錠が行えます。また、ポケットやバッグなどキーを身近に携帯していれば、ドアハンドルを軽く握るだけで開錠、センサー部分に触れるだけで施錠が行えます。それでは内装を見ていきましょう。シート部分はダイヤキルティング加工が施された本革スポーツシート。全体的に黒をベースとした車内空間にレッドカラーのダブルステッチが鮮やかなアクセントとして映えており、スポーティーさと上品さを兼ね備えた雰囲気となっています。前席シート側面にはシート調整スイッチを配置。腰部シートの張り出しを調整したり、背もたれの角度調整、シートの上下前後位置を調整することができます。ステアリング左奥にエンジンスイッチを配置。ブレーキペダルをしっかりと踏み込んだ状態でエンジンスイッチを押すと、ステアリング奥のメーターが起動し、走行できる状態になります。合わせてインパネ中央部のツインディスプレイも起動します。レザーをあしらったステアリングにはさまざまなスイッチが配置されています。ステアリングの左側にはオーディオやナビゲーションシステムの選択・決定を操作するスイッチ、その隣には前の操作に戻るスイッチ、その左下には音量を調整するスイッチ、さらに音声操作画面に切り替えるスイッチとハンズフリーフォン操作画面に切り替えるスイッチがあります。ステアリング右側にはインテリジェントクルーズコントロールとプロパイロットの操作スイッチがあります。プロパイロットは運転者が設定した車速を上限に先行車との車間距離を保ち、車線逸脱を防止する運転操作を支援してくれる機能です。ステアリング左奥にはワイパー、ウォッシャースイッチ、その反対側に方向指示器、ライトスイッチがあります。左右のステアリング裏側にはパドルシフトレバーを装着。手動での変速操作が可能です。ワイパースイッチの下にはハンドル位置を調整するスイッチを配置。スイッチを倒すことでハンドルの高さや奥行きを調整することが可能です。方向指示器奥にはメーター照明の明るさを調整するイルミネーションコントロールスイッチを配置。その隣には走行距離を表示するオドメーターとリセットしてからの走行距離を表示するトリップメーターを順番に切り替えるスイッチを配置。ステアリング右奥にはトランクを解錠するトランクオープナースイッチを配置。その右側には滑りやすい路面で横滑りを抑える VDC ビーグルダイナミクスコントロールのシステムを停止するスイッチがあります。その下には BTC カード挿入口とエンジンフードを解錠するフードオープナーがあります。インパネ中央部には純正ナビゲーションシステムを採用。タッチパネルで操作することが可能です。ナビゲーションシステムにはツインディスプレイを採用。上部の画面ではナビ、テレビなどのディスプレイ表示が可能となっており、下部の画面ではオーディオ、エアコンなどの各種設定の操作を行うことができます。エアコン部分はオートデュアルエアコンを採用。下部ディスプレイの左右に運転席側と助手席側のそれぞれの空調を調整するスイッチを配置しています。上部のディスプレイで設定状況を確認できます。セレクタレバーはストレート式を採用。ポジションはメーター内のディスプレイで確認可能です。セレクタレバー下には上部画面を操作するマルチファンクションスイッチを配置。マルチダイヤルを回転させることで地図の拡大・縮小を行うことができます。上下左右にダイヤルをスライドさせることで地図のカーソルを移動させることも可能です。マップスイッチを押すと地図の表示を切り替える地図ビューが切り替えバーを表示することができます。インテリジェントアラウンドビューモニター表示スイッチを押すと自車両を上から見ているような映像を映し出すことで駐車時の運転操作を支援します。マルチファンクションスイッチの下にはドライブモードセレクターを配置。利用シーンに合わせた6種類のドライブモードを備えており、走行モードを選択することが可能です。セレクトレバー奥のインストルメントパネル内にも小物が入れられる収納スペースがあり、右側には電源ソケットがあります。センターコンソール中央にはカップホルダーがあります。センターコンソールボックスを開けると十分な収納スペースと USB ソケット、外部機器の入力端子、電源ソケットを設置。サンバイザーには助手席、運転席ともにカードホルダーがついており収納に便利です。さらにサンバイザーを下げた裏側には照明機能付きのバニティミラーがついています。自動防舷式ルームミラーを採用。後続車両のヘッドランプの明るさに応じて反射率を自動的に調整します。フロントシート天井部にオーバーヘッドコンソールを設置。サングラスなどの小物を収納することができます。オーバーヘッドコンソールの手前にはマップランプの点灯・消灯用のスイッチを配置。前点灯スイッチを押すと後席にあるリアパーソナルランプも操作することができます。グローブボックスは車検証などを入れても十分なスペースを確保。シャープなデザインのフロントドアには下部にペットボトルの入る L 字型のポケットがあります。リアドアもフロント同様、内装に合ったシャープなデザインになっています。後席シートも前席シート同様にホールド感に優れた本革シートを採用。体を心地よくサポートしてくれます。後席中央の取っ手部分を手前に引くと、リアセンターアームレストを設置することができます。アームレスト内の蓋を開くと、カップホルダーとして使用することも可能です。フロントシートの裏にはシートバックポケットもあるので、雑誌などの収納に便利です。後席の上部にはリアパーソナルランプスイッチを設置。後席部分を明るく照らします。トランクルームは荷物の出し入れのしやすさを考えられた大きな開口部となっています。左右のストラップを引くことで、後席シートの背もたれを倒し、さらに広いスペースを確保することができます。長さのある荷物を収納するときにも便利です。また、後席のアームレスト奥にあるノブを引いてトレーを倒すと、トランク内の荷物を後席から取り出すこともできます。トランクルーム下部のストラップを持ち上げると、牽引用のフックやジャッキハンドルを収納するための工具入れになっています。特別仕様車ならではのデザインと専用チューニングが施されたハイパフォーマンスモデルのプレミアムスポーツセダン、日産スカイライン 400R のご紹介でした。